집에서 봤대. 이제는 자. 자, 레비짱 버전데. 아, 食べてるってわけ。 この音もお楽しみください。怪我したり、そういうスペックみたいないから、あと和太鼓クラブがある。なんか太鼓をね、そうする和太鼓。私も昔はそれだ。で仲いいことなんだよね、やっぱり。仲いいこと言ってんの。仲いいから惚れちゃうね、バイバイみたいな。あ、もう話すいいね。あおりちゃんともう一人の仲良かったのよ、本当に。でみんな「いや絶対こんなに離れるよね」って言って「いや同じになるわけがないよ」と言ったら同じになっちゃって「えマジで?」みたいな。それ6年生の話、うん、5年生の時の話。なるほど、めっちゃいいね。そう、いいな。1組になりたくてね、うん、3年2組で、3年間2組で、うん、で4年生で1組だったからまた456で1組になって、うん、次どうなるかだよね。5年1組って顔してるよ。5年1組って顔してるしてるドリミはなんていう顔してる？顔ね。2組だね。2組？うん。ひまちゃん合ってるかね。2組入れてきます。全部違かったら面白くなってくる。え、あれ何組何クラスあるの？いいよ。ワンクラスだって3クラスだけど5年生になると4クラス。なんで？人数が多すぎてうちのクラス40人になる。え？41か。生徒多くない？そう、学校で一番多くてクラスの中で多分もう3クラス多分だから今36人だよ。36人にも多いって言われるぐらいだから36人に2クラスしかない。だから70人ぐらいしかいない。120、100、やば。クラスの方がさ1組の2組になるとかで、うん、なんか好きな子とかも4クラスとかになっちゃってさ、そうそう、マスターって話せなくなる。うんうんうん。でもさ、4クラスまでだとさ、知らない人が出てくるよね。こんな人いたっけみたいな。わかる、めっちゃわかる。最終的には多分ね、6年生を楽しんだ方がいいと思う。でも、3年生は、4年生か。4年生は楽しいよ。1、2、3、4つけてさ、友達ランクに合わせて、正直1、2は覚えてないの、そこまで。